イメージガール木村楓ちゃん、そしてコベルコガールズの皆さん、さらにはアコーズガールズの皆さんです。はい、カイピョンだけお名前紹介しちゃった。コベルコガールズの宮瀬ななみちゃん、そしてコベルコガールズといえば太田あさみちゃん、そして朝倉さあやちゃん、さらに、ワコーズガールズの生田千夢ちゃんと奥田千尋ちゃんにご登場いただきました。今一度大きな拍手をお願いいたします。はい、もうね、朝からたくさんのお客様にお集まりいただきました。短いお時間ですので、まずはですね、あさみ、皆さんに一言ご挨拶をお願いします。ご安全に。はい、ありがとうございます。はい、GT、ゴールデンウィークの富士ということで、すごいたくさんの方にお集まりいただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、開幕戦では TGR チームサードに表彰台獲得することができましたので、今回もはい、表彰台そして優勝できますように、皆さん一緒に熱い応援をよろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。素晴らしい100点花丸。私はコベルコガールズ2年目になりました、ななみこと宮瀬ななみです。ありがとうございます。今日も元気いっぱい、あざと可愛さいっぱいで、富士を駆け抜けていきたいと思います。2日間暑くなるかもしれないので、皆さん熱中症対策などしながら一緒に私たちと一緒にサーキット楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。コベルコガールズのさあちゃんこと朝倉さあやです。はい、ありがとうございます。ゴールデンウィークということで、たくさんの皆さんが集まってくれて会えて本当に嬉しいです。予選も私たちと一緒に応援をよろしくお願いします。ゴールデンウィーク最高に楽しみましょう。はい、皆さんはじめまして、緊張しているんですけども、レースアンバサダーとしてしっかりこの世界のことを発信できるようなレースアンバサダーになっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。チムチムこと生田チムです。はい、ありがとうございます。今日もすごく天気いいですね。2日間天気いいみたいなので、皆さん日焼け止め持ってますか？こちらアグレッシブデザインの日焼け止め、カーズブースで売ってます。ぜひゲットしてハッシュタグアグレッシブで行こうで、ツイートしてください。よろしくお願いします。そしてちょっとお一人お忘れではありませんか？カイピョン、こっちのマイク。皆さんおはようございます。おはようございます。サードイメージガール2年目になりました、カイピョンこと木村楓です。ありがとうございます。前回は岡山で開幕戦だったので、富士でこの新コスチュームを見る人もたくさんいらっしゃるのではないのでしょうか。このキラキラしたコスチュームのように今日もキラキラ輝けるように頑張っていきます。皆様も39号車の応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてですね、あさみ、なんか今年のコベルコガールズは魔法が使えるようになったというふうに聞いてるんですが、ななみん、こちら魔法のステッキを。
私コスチュームのねこの後ろにもね入ってるんですよ。知ってます？明日に行こうと思います。ぜひみんな認知してください。よろしくお願いします。それではみんな行きますよ。せーの、ビビビビ。明日に行こうとコベルコと、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかビビビビビってねやった時に魔法かかってくださいわーっていうのでちょっとねもう一回やってみましょうか。じゃあ最後にね、撮影会の最後にもう一回やりますので、はい、お願いいたします。それではですね、お時間も短いですけれども撮影タイム行きたいと思います。撮影タイムスタートです。はい、皆さんもたくさんねお集まりいただきましてありがとうございます。ここでね、私の方から今日ご登場いただきました女神の皆さん、簡単にご紹介させていただきたいと思います。ではですね、まず私のお隣から参りましょうか。サードイメージガールの木村楓ちゃん。そう、カエピョンです。せーの、はい、ありがとうございます。もうカエピョンはね、昨年レースクイーンデビューするとそのフレッシュな魅力と愛嬌で大人気、レースクイーン大賞2023新人部門グランプリを獲得いたしました。おめでとうございます。まさに新人部門、成長し続けるカエピョン、皆さんご注目ください。名門チームで活動できることに緊張感を持ちながら精一杯駆け抜けます。そんなカエピョン、最近ねカエピョン幼稚園というのはねカエピョンのファンの名称なんですが、カエピョン幼稚園のステッカーをファンの皆さんからもらったということでね、すごい喜んでました。皆さんもぜひね SNS チェックしてみてください。フェスタで5月の19日に撮影会を予定しております。さあ、そしてそのお隣です、コベルコガールズ2年目の宮瀬ななみちゃん。ななみです。せーの、ななみ。はい、ななみは2021年メディバンク賞、2022年日本レースクイーン大賞、そして東京チームスポーツ賞ダブル受賞という逸材です。どんな風に皆さんも翻弄しちゃうんでしょうか。覚悟しておいてください。明日にいいことを込めること、皆様と一緒に明るい未来に向かって昨年以上に全力でナナミンらしく頑張りますということです。ナナミン、新しい横断幕ができたそうです。はーい、ねえ、ぜひね皆さんナナミンの横断幕もチェックしてみてください。私も見に行こうと。じゃあそのお隣、大沢あさみちゃん、通称あさみんです。せーの、あさみん。はい、もうあさみんといえばコベルコガールズのリーダー的存在、今年でなんと5年目です。レースクイーン大賞メディバンク賞を受賞し、テレビや雑誌イベントでも大活躍です。もうあさみんはねチームだけではなくモータースポーツ界全部をね盛り上げようということでね、サーキットに公演となっても出演されています。今年5年目を迎えることができてとても誇りに思っています。サードらしく一丸となりサーキットを駆け抜けます。今ね、アサビ日刊スポーツのニュースに取り上げられています。ちょっとねグアムでのビキニ姿が美しすぎるということで話題になっております。皆さんぜひぜひチェックしてみてください。さあ、そしてそのお隣です、朝倉さあやちゃん。さあちゃんです。せーの、さあちゃん。はい、いいですね。今年からのさあちゃんもフレッシュな魅力満載です。新人賞以来もう著しい活躍をされている人気レースクイーン、まあ、コベルコガールズですね。今年はどんな新しい風を吹かせてくれるか私も楽しみにしています。これから1年間ファンの皆様と時間を共有できることを楽しみにしています。今まで以上に成長できるよう楽しみながらいろんなことに挑戦したいですとおっしゃっていました。さあ、そして39号車といえばこちらの方々も忘れてはいけません。2024箱根駅伝イメージがある。まずは手前、奥田千尋ちゃん、ひろにゃんです。せーの、ひろにゃん。ありがとうございます。モデルやレースクイーンとしてはもちろんメンズメイクの検定講師、PR ガール、コスメ講師する、トーカー女子など様々な特技を持ち合わせていらっしゃいます。私も初めましてなんですが、1年間でひろにゃんの魅力に迫っていきたいと思っております。GT の舞台に立てる嬉しみです。モータースポーツの魅力は奥の、皆様に会えるのを楽しみにしています。そんなひろにゃん、5月5日に横浜
会ファッションショーに出演されるということです。さらにはですね、5月19日、オートランドテクノの、ね、楽しいカート機会にも参加されるということですので、皆さんぜひぜひカートをチャってみたいという方チェックしてみてください。さあ、そしてワコーズガールズといえばこの方、生田ちむちゃん、ちむちむです。せーの、ちむちむ。2年連続という快挙を果たすトップクイーンでありながら、時々繰り出す愛されキャラがもう大人気のチムチムです。チームさんの応援して4年目、今年もレース愛熱すぎるブログ、ぜひ、ね、皆さんも期待してください。チムチム、なんかあの昨夜深夜ですが TBS の全力アピールね、なんか出演されていまして、初夏のおすすめファッションコーディネートを披露されていたんですが、このね、あの成績がいいと地上波にチムチム出ることになるかもしれませんので、皆さんぜひ押し上げていただきたいと思います。さあ、それではそろそろ撮影タイム終了になりますが、よろしいでしょうか。じゃあ最後ね、ちょっとだけ目線合わせましょうか。まずは真ん中のあたりのカメラマンの皆さんに、はい、視線集中でお願いいたします。さあ、カメラマンの皆さんも激しくアピールをしていただきまして、視線を集めていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、5秒前、4、3、2、1。はい、そこまで。じゃあ今度左側のカメラマンの皆さん、そうです、激しくそんな感じでね、手を振っていただけると視線が集まるかもしれません。とてもね、短いお時間ですけれども、素敵な笑顔をね、させていただきてください。はい、行きましょう。5、4、3、2、1。はい、そこまでです。お待たせしました、右側のカメラマンの皆さん。はい、そんな感じでいいですね、皆さんの笑顔も素敵ですよ。はい、素敵な写真ね、たくさん撮ってくださいね。はい、いいですね、やっぱりね、手を振ってくださったりすると、ね、視線も集まりやすいかもしれないですね。さあ、よろしいでしょうか、参りましょう。5、4、3、2、1。はい、そこまでです。ありがとうございます。でしょうか、大変ね短いお時間でしたけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。では最後にですね、まあ2戦目にかける意気込みを一言お願いしてもよろしいでしょうか。どなたに。チームでも気づいてもらえます。はい、私たち、サードレーシングは500クラスの中でも名門チームで、女の子それぞれすごく人気なメンバーが多いので、今シーズンもサーキットでどこのチームよりも輝いていけるように、個人個人一人がなんかあの10人十色みたいな結構メンバーなので、それぞれの良さが合わさって最高の2024のメンバーになれるように頑張っていくので、皆さんもぜひ育ててください。第2戦チーム39号車もすごく流れがいいので、チームの表彰台を願ってこの第2戦富士スピードウェイ駆け抜けていきたいと思います。皆さん、TGR チームサードへ。はい、お願いします。それでは皆さん、私たちと一緒に39号車連想コベルコサード GR スープラに熱い熱い応援をぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。魔法はね、今日一日かけていろんなところのステージこの後、はい、登壇されると思うので、はい、また魔法にかかっていただきたいと思います。ななみ、魔法にかけた時皆さんにどういうリアクションしてほしいんでしたっけ。そう、開幕戦でめちゃくちゃ皆さん倒れてくれたので、わーみたいなやつやってくれたら嬉しいです。魔法にね、かかる感じで。練習しときます。他でやります。練習します。じゃあありがとうございます。じゃあちょっと皆さんご準備よろしいでしょうか。はい、手のアクションだけでもお願いします。それではいきます。せーの、ビビビー。わー、ありがとうございます。素晴らしい。ありがとう。いや、もう皆さんのリアクションも素晴らしいですね。今日一日で暖かかった。はい、やってくれると思いますのでぜひ、はい、ね、一日頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。サードイメージがあるコベルコガールズ、そしてワコーズガールズ
ありがとうございました。素敵なリアクションで、今日一日よろしくお願いいたします。この後ブリヂストンブースでは10時30分から